続いてのアドリブ設定はモンスターペアレントに責められる教師。生徒の親のむちゃくちゃな言い分にうまく対応し、ラストお引き取りくださいまでアドリブで演技できるか。挑戦するのは田村。よし、明日のテストの準備も終わったし、そろそろ帰ろっかな。ちょっとすみません先生。あれ、澤部優くんのお母様どうかされました？どうしたもこうしたもないですよ。ちゃんと説明してもらいますからね。はあ、何がですか？うちの優くんが授業中に寝てたら怒られたって言ったんですけど。ああ、そうでしたか。すみません、わざわざ学校までお越しいただいて。いや、どういうことなんですか？その説はですね、私が教師として私は怒ったつもりはなく、分かってほしいと思って説明をしたつもりでした。ですが優くんにとって怒られたというふうに取られてしまったのは私に責任があると思います。それは申し訳ございませんでした。そうよね、だってうちの優くん怒られたって言ってんだから。そうですね、これから教師としてまだまだ未熟の私ですが、もっと成長できるようこれから頑張っていきたいと思います。じゃあ優くんどうするの？ゆうくん怒られて家帰って泣いてたのよ。そうですね、では今度ゆうくんにお会いした時にちゃんと私が分かるように説明したいなと思います。なんて説明するの？あの時は怒ったつもりではなく、分かってほしかった、どうして寝てはいけないのか、それをしっかり説明したいなと思います。今日のところはお引き取りください。あ、帰ってた。これはちょっと大変だったね田村。本当になんか自分の頭の中で言葉を考えながら出てくる、なんだ、言葉に変身する変身、まあ今もできてないけどね。今日すごい頭回らなくて、ああ、全然なんかうまく言葉が出てこなかったです。今のお芝居はいかがでしたでしょうか？てんちゃんどうだった？でもあんなブワーってこう喋ってたね、はい、言葉が出てくるのすごいなって思いましたし、うん、言ってることもなんかまともだったので、うん、本当の先生を見てるような気分でした。ただ小学校で設定ですよね多分。あ、確かに、はい、私もそのようなまだまだ先生抜けないわ、役抜けない、役が田村先生。続いて3期生石森の挑戦。よし、明日の準備も終わったし今日は帰ろう。ちょっとすみません先生。あ、澤部優くんのお母様どうされました？どうしたもこうしたもないですよ。ちゃんと説明してもらいますからね。そうです、私もそういえばお話ししたいことがあって。何？澤部優くんなんですけど全部の授業寝ちゃうんです。あ、そうよ、それで寝て怒られたって言ってゆうくん泣いてたのよ。どういうこと？それはちょっと私の言い方が悪かったなと思うんですけれども、うん、でもゆうくん本当にここ1ヶ月全部毎日毎時間寝ていてちょっとやばいですね。さすがにそれは私も見ていられなくて、ゆうくんのためにもちょっと強めに注意させていただきました。でも寝るって体にはいいことじゃない？はい、体にはとても良くて、でしょ、はい、すくすく元気に成長していてほしいなと思うのですが。でしょ、じゃあ成長のためには睡眠って大事じゃない？これはでも学校は寝る場所じゃないんですよ。お、強い。そりゃそうだけど、でもゆうくんその時眠かったのよ。でも1ヶ月毎日毎時間なんですよ。じゃあ言わせてもらいますけど、睡眠障害、そんなゆうくん寝ちゃうってことはどういう授業してたわけ？はい、それはちょっと自分でも私も思うのですが、これから頑張っていこうと思います。じゃあどうやって頑張ってくれるのかしら。もうちょっとたくさんにこやかに笑顔でみんなに話題を振って授業を頑張ります。お母様もそんなに怒ってらっしゃると顔にシワができちゃう。失礼ね。ぶっちぎれ、パパってそういう言い方するわけ？ぶっちぎれ、日本刀抜きましたね。失礼。え、でもとっても綺麗なお顔されてるので。いや、もう遅いわよ、だってシワできてるって言ったじゃない今。できちゃいますよ。もうゆうくん関係ない。どういうこと？喧嘩売ってるわけ？包丁とか出てこないと。なので
でもこれから私も頑張りますので、また私に何かありましたら言いに来てください。今日のところお引き取りください。やばい、やばい、担任やばいわ。俺の担任超やばい。いい、アイドル先生みたいなものなんかね。そういう、お帰りください。エキストラとかすいません。すいません、優しい方でよかったよ。もう湧いてはいましたけどね、こっちは。いや、まあ視聴者はああでしょうね。そうですね。あんなに優しい感じでほわほわ喋ってるけど、はい、あんなにぶっとい日本刀みたいなこと言ってる。面白い展開では、ね、確かに。どうだった小林。なんかやっぱ最後の一言あってから、すごいなんかその単調なあれじゃなくて、もっとなんかうわーみたいな、すごいなんかそういうのがあったんで面白かった。展開がね、うん、モンスターペアレンツのお母様、じゃあ今日お引き取りくださいって怒って帰るじゃない、はい、絶対これで PTA の方から学校に行くわけ。第2話が楽しみでしょ。このドラマ PTA 会長の